お疲れ様です。寺田です。どうしたんですか、今日はこんなローソンの店員のようなハーフパンツ履いて。いや、これはもうてそれはファミマです。しかも本店意味わかんない。ローソンは唐揚げくんのところです、ね、はい、いやもうローソンですよ今日は。はい、なんかもう夏先取りですけど、顔ちょっと疲れてますね。だいぶ疲れてますよ、うん、ローソンの格好ですら男前に見えるっていう、まあ、それを言っときたかっただけで、はい、だいぶ疲れて、なんならさっき寝てましたからね。なるほど、すいません、そんな時にもう、はい、何ですか。はい、あ、その前にはい、あれですね、最近のしゃあないネタを、オープニングでしゃあないネタをっていう。しゃあないネタ、はい、もう延期になってしまって、はい、体がバキバキになって、ほんまは女の子に癒されたいけど、みんなを喜ばすために6月27まで張り切って頑張ろうと思ってるけど、体が痛くってしゃあない。ちょっと長いっすね。もう寝てましたから。目が悪いですよ、そら。寝ていきなり起こされて、もうサングラス今目パンパンとしてますから。はい、傷だらけでしょ。そうっすね、だいぶ激しい練習やってるって聞いてますけど、傷だらけになって、もうじゃあということでですね。すいません、今日呼び出したのはもうちょっと浩司君に今日サプライズありまして。本当ですか。はい、サトシさん来たもん、ホコタテしかもうされへんが、またなんか対決せなあかんのかな思ってるんですけど、はい、ちょっともう寝起きにはきついかも、だいぶきつくなるかもしれないんですけど、もうちょっと内容は言えないんで。サトシさん、もうバリッバリね、もううわー練習してるから声がね、はい、もうあんま出ないんですよ。はい、大丈夫です。もう今日はもう声も必要ないんで、もうとにかく準備できてるんで、もう早速1階のジムに行きます。相変わらず。はい。相変わらず。はい、はい、お願いします。お願いします。はい。じゃあもう早速、はい、下行きます。なんやろ、怖いわ。あ、内山兄貴がいてくれてるとか。いやもう、かなり激しいっすよ、今日は。俺も。結構階段登るのも痛い、じゃあ降りるのも痛いですからね、足が。やばっ、これはマジでやばい。いえ、やばかったです。おっす、ドンシャの応援団でございます。やば、俺めちゃくちゃ好きですからね。もう早速もうそのままリングに上がっていただいて。なんだってこの かっこいい感じは。やばっ。こいちゃん、こちらの方にお願いします、はい、やばっ、やばいね、そちらの。はい、はい、ありがとうございます。おいしいです。ドミシャオメンなんです。はい、やばやば。ガムシャの応援団団長の武藤貴博と申します。今日は浩司さんに応援メッセージを送らせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。やば、浩司さんはビッグマウス、大口を叩くことで有名です。アンチの中には口だけのエンペラー、ホラ吹き浩司と揶揄する人もいます。でも浩司さんという人は生まれた時からビッグマウスを持っているから当然なんです。なぜなら私、あなたのお名前浩司の字、納めるという字の中に口を発見してしまいました。名は体を表す。あなたはその言葉通りにすくすくと育ったのでございます。1989年5月6日、
大阪の池田市であなたは生まれた。とにかく負けず嫌い、やんちゃなわんぱく坊主。小さい頃からずっと口に出して言っていた、格闘技でチャンピオンになる、 K-1 のリングに上がれ、強い男になる。その夢を叶えるために中学校を卒業するとき、格闘家の道を選んだ。でも選んだ格闘技の世界、甘くはなかった。加入したジム、先輩たちにいきなりボコボコにやられた。リングの上には想像以上の猛者たちがたくさんいた。それと同時にプロの格闘家としてリングに上がるためにはお客さんを呼ばなければならない。俺チャンピオンになります、だから応援してください。そう言って知り合いを一人一人訪ねて回っては頭を下げた。でも馬鹿にされること、笑われることいっぱいあって、悔しい思いたくさんした。そんな苦労の末、ようやく決まった試合、最初の試合は大阪千日前の天井が低い小さなキャバで、命をかけて戦っているにもかかわらず見ている人はほとんど誰もいなかった。そして試合で顔面を蹴られ骨折して負けてしまったことがある。試合も体調を崩し脳外科に緊急入院、あと数ミリずれていれば折れた顔の骨が突き刺さり失明していた。周りの人たちがこんな厳しい過酷な環境ならすぐに格闘技をあなたはやめると思っていた。ところがあなたは格闘技に専念するために、集中するためにジムの近くに引っ越した。毎日1部で2部で3部で厳しいトレーニングで自分を追い込んだ。ハードな練習でしょっちゅう吐いた。でも弱音は一切吐かなかった。今に見てろ、悔しい気持ちを胸に毎日何度もサンドバッグを叩き続けた。絶対にチャンピオンになる。毎日何度も大口を叩き続けた。過酷な減量を乗り越えリングに上がり、命を削りながら戦い、勝ったり負けたりを繰り返しながら格闘界の階段を一段一段、まさに自由を吐きながら登ってきた。そしてずっと言っていた通り、2013年にはヒート、2017年には ISKA のチャンピオンとなり、そのビッグマウス通りデビューから苦節10年の歳月を経て、待望の K-1 ファイターにあなたはなったのでございます。その後、浦部広隆選手、スタウロス・エグザ・コスティーニ選手、タケル選手などとの死闘を繰り広げ、 K-1 の中心選手となり、2020年にはライジンに移籍し、那須川天心選手、五味隆典選手との試合で世の中が最も注目する格闘家になり上がり、今や誰もがその存在を気にせずにはいられないスーパースターになったのでございます。あな
愛さんがこんな言葉を残している。夢の実現を心の底から確信し、何度も断言し続けると、それは現実となる。浩二さん、あなたの生き方はまさにこの言葉を体現している、表現しているんだよ。だから俺はあなたにこれからもビッグマウスでいてほしい。あなたのビッグマウスが聞きたいんだよ。なぜならあなたは言ったことを必ず実現する男だからだ。俺たちに見えなかった世界を見せてくれる男だからだ。たった一人、あなたたった一人で歩み始めたこの格闘技界の皇帝を目指すという茨の道、今やあなたの周りには浩二軍団という熱烈な大応援団がついている。人々があなたを応援するのは、相手から逃げずに真っ向から打ち合う。あなたの生き方は心を打つからだ。絶対に諦めない、絶対に自分を信じる、絶対に仲間を守る、絶対に倒れてもまた立ち上がる。あなたのその強い気持ちが見ている人の心を強くするんだよ。その姿で多くの人々の心を動かし、ファンはもちろんのこと、アンチの存在も肯定し、力に変え突き進む浩二さんにエールを送る。さんです。ありがとうございます。おいさん、おいしたかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見てます。ありがとうございます。ああ、やっべ。いやーもう汗かいてますね。汗ですかそれはもう。汗でしょう。いやこれ泣いてないですよ。やばいですもう。俺ずっと見てたんで。はい。めちゃくちゃ嬉しいです。いやほんまにも。聞き返した言葉言えないですけど、うん、であのいつもあの YouTube で見てて、あの人に、自分じゃないですけど人に営業されてるのを見てすごい力もらったんで、マスクが自分に一緒になると思ってなくてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に試合前ということで、はい、あのエールを送ってくださるって言ってくださって、はい、今日こういう場を設けることができました。はい、どうですか、気合入りました？入ったところじゃないですよね、うん、かわいそうですよ他の3人が、うん、これ以上気合い入ってもらったら、うん、死んだもんじゃないですか。いやもうそんぐらい気合い入ったし、いやもうやりますよ、はい、はい、もうそれしか言えないぐらい気合いが入りました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。
sun, beyond the sky. What we wait is.